どうもこんにちは、旬ダイアリーメンバーのトッキーです。本日の企画は26卒就活生の録画面接企画となっております。こんにちは、トヤンナです。私はですね、新卒で P&G という会社のマーケターをやっていて、その後何社かマーケティングをやった後に独立して、今は会社経営をしています。その当時からですね、就活オタクになってしまっていて、ついには就活の本まで書いてしまったという低たらくでして概要欄に本を貼ってくださっているので、よければ覗いてみてください。はい、よろしくお願いします。26卒の方にとっては、実際の録画面接の雰囲気とか答え方とか、どういう風にしていいのか、ちょっと謎に包まれている部分もあると思うので、この動画ぜひ最後までご覧ください。ここでお知らせなんですけれども、旬ダイアリーでは就活相談をしたい学生さんだったり、この動画に出演してくださる学生さんも募集してます。詳しくは概要欄の方チェックしてみてください。はい、というわけで早速、土井さん、録画面接ってちょっと学生側からしたらなんでやるのって思ってる人もいるかなと思ってるんですけど、企業側の意図ってどういうところなんですか？効率化、残念ながら。ただ学生にとっても楽ですよね。そうですね。だって録画面接であれば、1日例えば8社でも9社でも別に出すことは可能、でも物理的な面接は1日3社が限界だと思いますと考えた時に、企業から見た時にはより多くの学生さんのことを知れる、学生さんから見た時にはより多くの企業に応募ができる、というところで、どちらも効率化を図ったという面があります。ちなみにきっかけはコロナ禍なので、単純に接触できないっていう環境が生んだものだと思ってください。はい、見ているポイントっていうのはどういうところなんですか？究極のところ、面接と何も変わらないです。ただ録画面接ゆえに気をつけなければいけないことがあって、そもそも声は録音されているのか。結構録画面接って撮ったぞってそのまま出す人がいるなるほど、いいんですけど、例えば部屋が暗すぎてまず誰かわからんなって人とかいたり、滑舌というよりは声が遠すぎて収録されてないから何言ってるかわからんなって人がいたりとですね、結構そもそもなところで落ちる人がいまして、自分の声聞くの恥ずかしいと思うんですけど、見直してから出すってのは絶対必要になります。まあこの辺はちょっと押さえた上で、今日はそのコツについてお話ししていきたいと思います。でも早速なんですけれども、今回3人の就活生の方の1分間の自己 PR 動画を撮ってきていただいたので、そちらを見ながらフィードバックいただきたいと思います。私の強みは柔軟性です。私はどんな状況でも他者の意見を否定せず、積極的に吸収する姿勢でいることを心がけてきました。現在私が所属している経済学部学生会では、新入生の入会希望者数の減少が課題でした。そこで私はメンバーの意見をしっかりと聞き、それらを組み合わせて4つの施策を講じました。インスタグラムの解説、新入生に匿名で募った質問への回答、学生会についての投稿、入会資料として学生会のチラシの作成と配布を行いました。その結果、入会希望者数を例年8人から12人のところ、過去最高の43人を記録することができました。これらの経験から、他者の視点を取り入れることで、より創造的で実現可能なアイデアを生み出し、実現できると確信しています。じゃあ早速この動画に対してのフィードバックいただきたいんですけど、どうですかね？本当に申し訳ないんですけど、なんでこんなに思い詰めた表情をしているんだろう。ちょっと暗いってことですかね？そうです。話してる内容以前に、もし音量をゼロにして見ていただくと、結構思い詰めた表情に見えると思います。ですので担当者はちょっと大丈夫かなこの人っていう方に気を取られてしまって、内容に行くのにちょっと時間がかかると思います。そういうところも見られてるんですね。最近は自分の表情をですね、 AI が反転してくれて改善策出してくれるアプリとかもあるので、まずはちょっと練習を笑顔でやった方がいいかもしれない。結構それで落ちちゃうのでもったいないです。他に何かありますか？1分間の自己 PR で施策を4点語るのは結構パツパツになると思います。ちょっと絞った方が良さそうですね。そうです。で、自己 PR で柔軟性っておっしゃっていたので、特に柔軟だなーっていうエピソードを一つ選んでいただいて、例えば先ほどであれば最高の入会者数を取れたということなので、中でも柔軟な施策として私が取ったのはこれでしたって一つ選べばよかったと思います。例年はこういう施策はもう誰も取っていなかったんですけれども、私は入ってくれる方の観点から考え直して、こういう施策を取った方が分かりやすいのではないかと思い、一人一人関係者を説得してから実施しましたって言えれば、柔軟だなって思われますよね。ですのでこの成果を出すためには4点必要だったなっていうのも分かるんですけど、それは本当の面接ってゆっくり話せばいいことですので、こういう時は1ポイントに絞りましょう。録画面接やる企業って大体エントリーがいっぱいある企業だから、その中でいかに印象に残すかっていうところは大事ってことですね。続いての方ですね。僕の強みとしては圧倒的な行動量だと思っております。その理由としては、大学受験の際に1日15時間勉強を1年間半やり続けるということをし、名古屋大学に受かりました。当時の高校2年生の状況としては、偏差値50で名古屋大学も E 判定という大学合格からはかなり程遠い状態でした。しかしその時から誰よりも行動するんだってこれ覚悟を決めて、クリスマスの日も正月の日も必ず1日5時間勉強をやり遂げ、名古屋大学に受かりました。以上の結果からも、もし御社に入社してからは自分の持ち前の行動量のところを生かして、どんなに高い壁があったとしても諦めずに挑戦し、成し遂げていきたいなというふうに思っております。お願いします。はい、結構元気な方でしたけど、どうですか？はい、これが必ず投稿前に聞き直そうっておすすめしてる理由です。これって近いよって感じませんでした？近いですね、確かに。はい、これ多分自分で聞き直せば分かるんですよ。例えばノイズキャンセリングかませるかとか、なんかちょっと一工夫できると思うんですね。落ちるってほどじゃないですけど、はい、多分面接官もこうやって画面見て仕事してるってチカッてビビると思います。なるほど。理想はどれくらいですかね？証明写真ぐらいなんで、全体的にみんな近い。今回結構これ手取りかなと思うんですけど、おすすめは固定ですね。はい、この方、はい、プラスで何か改善点とかあります？これは録画面接ではなく面接全般の話なんですけど、受験の話絶対やめた方がいいよ。なんで受験ダメなんですか？まず受験って全員大卒ならやるんですよ。なんで差別化すごくしづらい。だってみんな頑張って今の大学入ったんで、自己 PR に使ってしまった時にライバルに勝ちづらくなっちゃうっていうのが一つで、もう一点がチームワークじゃないんですね。個人プレーってことですね。はい、で全ての意味のわからない茶番ですよね、この就活という、はい、なんで自己 PR とかガクチカとか挫折体験とか聞いてるかっていうと、会社でどう活躍できるか知りたいからなんですね。会社でどう活躍するかっていう資料として的確な条件にはチームワークが入っちゃうんです。なかなか会社で一人でコツコツ頑張り続ける仕事ってなくて、できるだけみんなで頑張った話がいいんですね。っていう意味では、受験の話を使うんであれば、逆にみんなで合格しようって声かけて、その予備校のクラスで、例えば一番本当に下のクラスに入れられたと。でも先生も態度塩だし、もう自分たちのモチベーションもガン下がりだったと。でも全員に声かけて、ここで一発逆転してやろうぜっていう風にやって、自主勉強会やって、自習室来ない人にはこういうことやって、結果なんとみんな偏差値平均いくつ上がりましたって言ったら通ります。なるほど。結構じゃあチームプレーっていうのはほぼ必須。英語の勉強で TOEIC 何点上げたとかもあると思うんですけど、はい、これもちょっとまずいってことですか？そうですね。でそれって資格欄で見えてるんで、頑張りは分かるんですけれども、みんなで TOEIC 平均いくら上げた話とか、あるいは留学とかしてる場合は、はい、留学先でどういう苦労をして、それこそ TOEIC 何点しかなかったから苦労したけど、こういう風に海外の方とコミュニケーションして頑張った話、他人を入れるといいですね。ありがとうございます。はい、私の強みはどんな困難にも負けずに立ち向かう力です。大学入学後に生存率 50% の病気にかかりましたが、左手の切断や辛い治療を乗り越え、現在も元気に過ごしております。また高校生の頃には大学進学は厳しいと言われましたが、1年間で偏差値を30上げて志望校に合格しました。当時はコロナ禍で学校が長い期間休校しており、勉強方法についての知識もなかったため、学習を何から始めればよいのか分からずに挫折してしまいそうになりました。そこで私は SNS で勉強用のアカウントを作り、自らいつでも質問できて寄り添ってくれる先生を見つけることによって、この困難を乗り越えました。これによりモチベーションが向上し、学校がない日には毎日13時間勉強する生活を習慣化させた結果、志望校に合格することができました。この経験から、私はどんな困難な状態でも諦めずに取り組む姿勢を大切にしております。はい、いかがでしたか？同じ受験の話ですけど、そうですね、人が入ってるんですよね。確かにそうですね。だからこの人は通ります。あと他に良かったところとかありますか？こいつなんだって思われると思うんですけど、はい、肩見えてるの大事ですよね。肩を露出しろって話じゃないんで、一応誤解しないでほしいんですけど、はい、要はですね、その人の全体像が見えるようなアングルで撮影をした方が、例えば身振り手振りをした時とかでも、うん、その指が見えますし、例えば1点頑張りましたってこの1が見えないっていう人結構いますし、はい、面接官がこれを見る環境っていうものを考えた時に、やっぱり PC とかでまとめてその動画をバーって見ていくわけですよね。でその時に近すぎたら怖いんじゃないかとか、本当の面接みたいな距離ってどれぐらいだろうって思った時にはちょっと遠いぐらいがいいっていう気配りを感じられるっていうのが、一つ社会性を図られてると思っていただきたいですね。逆にだって皆さん TikTok でガンチカだったら怖くないですか？女性の方で斜めから撮るのとかダメなんですか？面接で会議室で斜めに座るやついたらどうですか？あんまりやらない方がいいと思います。ああ、なるほど。この方の改善点とかってあったりしますか？この受験の話の一番大事なポイントって、結局のところどう関わったかなんですよね。相談できる先生を見つけるとか、はい、でその相談できる先生についてもっと聞かせてって多分思うので、うん、相談できる先生を見つけ方としてこういう考え方をしましたとか、うん、相談できる先生についてどうでしたっていう、そっちにも注力したような話し方をした方が良かったですね。この方については情報量が多いんですよ。病気をした、片手を失った、受験で偏差値30を上げた、ちょっとお腹いっぱいになる分だと。ので、これまでのあらすじで全部詰め込むと意味わからんみたいになるのと一緒で、できれば一つに絞った方が良かったです。おそらくその病気と戦われたっていうのはすごく大事なエピソードだと思うので、はい、私だったら挫折体験とかで喋ります。自己 PR に全部濃縮せんでってことですね。ちょっと3人見ていったんですけど、はい、皆さんお家で撮られてるケースがまあほとんどだとは思うんですけど、はい、こういう場所で撮った方がいいよとか、皆さんスーツとかでしたけど、はい、決まりってあるんですか？全般的にはスーツの方が受けはいいです。これは実際の面接と同じだと思ってもらえれば、実際の面接に T シャツでジーパンで行けるところだったらその服装でいいんですよ。逆にそれが許されない会社を受けるんだったらスーツを着るべきですよ。その会社ってどうやって見極めればいい？一番いいのは説明会の社員さんの服装。説明会の社員さんの服装より緩い格好は絶対にしてはいけない。髪色とかもそういうことですよね。あとですね、志望動機を語る場合、志望動機だからこそその会社の商品を手に持ってみたりとか、はい、デベロッパーさんを受けるならそのデベロッパーさんが建てた建物を前で撮るとか、はい、そういうのはもうみんなやってます。なのでもはやそれでは差別化できないぐらいやっているということで、はい、ぜひチャレンジしてみてほしいですね。自己 PR でガクチカに関わる雑誌作りましたとかっていうのは、はい、実物持って見せるとかあるんですか？絶対見せた方がいいです。まずそれで何が変わるかっていうと、はい、本当に作ったんだって信じてもらえます。確かにそうやって小道具でアピールすることも大事であるがゆえに、自分でホールドして取らない方がいいんです。片手埋まりますからね、これだけ。確かに。じゃあ身振り手振りと、あと物を使ってみる。そうですね。場所とかは別に家でいいかな。普通は自宅で大丈夫ですが、はい、背景でめちゃくちゃ汚い家を見せるのはやめましょう。あとトイレはやめよう。トイレはちょっと分かった瞬間うんってなりますね。後ろに例えばベッドが映っちゃうとか、はい、冷蔵庫映るとか、それはいいんですよ。よほど気をつけたいのであれば、安いテーブルクロスの無地のやつを買ってで後ろに垂らせばいいですけれども、だから落ちるとかないんです。はい。でちょっと僕なんか気になったことがあって、うん、ちょっと変わって自己 PR 動画を SNS とかでたまに見るんですよね、はい、例えばなんか腕立て伏せしながら喋るとか、はい、リフティングしながら喋るとか、はい、こういうのってありなんですか？ありですけど上級者向けだと思います。例えばここで私がありですって言うと、本当に何も考えてない人がリフティングしながら三井住友銀行を受けたりするわけですよ。受ける会社によるってことですね。そうですね、はい、しかも自分のガクチカがものすごくサッカーに偏ってる話だったらリフティングしたらいいと思うんですね、はい、あるいはなんかすごく独特な趣味を持っていて見せないとわからないみたいなケースもあるじゃないですか。そういう時はやったらいいと思います。ただ構図としてどう見せたらわかるかそもそもっていう話も入ってきますし、雑音が入りやすくなるので、そもそも収録で聞こえるのかっていうのもあるので、カメラワーク的な意味でも上級者ですし、受ける会社を選ぶという意味でも上級者です。例えばですけれども、自分が頑張ってたことが落語だったとしましょう。で落語サークルで当時も本当にプロを目指してましたと。でこういうふうに話していてっていうので事例としてそこで落語入ったらそれは自然ですよね。でも突然落語やりますって入ったら何こいつってなりますよね。ですので上級者向けです。上級者向けということで、今見てできると思った人以外はやらない方がいいです。そっか。これ結構録画面接差別化するの難しいなと思うんですけど、これやってる人少ないとかあったりします？まあそもそも録画面接で落ちる人って面接が下手なので、はい、録画以前の話がありますと。まあ先ほどの証明とかはちょっと置いといて、はい、普通に面接で通る条件を満たしてほしいと思ってます。でそれは何かというと、まずチームワークを話してくれること。2つ目に成果を数字でなるべく表現してくれること、これは数字で表すような立派な成果を出せっていうことではなくって、他人が聞いてもそういう成果だなって客観視できる成果を出してくれるってことです。だからみんなが喜んでくれたじゃなくって、私が勤務しているバイトの時間のリピート客の比率が何パー上がったとか、これざっくり感でいいので喋ってくれと。で3つ目が自主的な話をしてくれ。で自主的って何かっていうと、自分からやったことです。要するにですね、大学の授業の単位を頑張って取りましたとか言わんでくれ。それはみんなやるや、なのですごい突飛なこととか大きい話じゃなくていいし、例えばタイミーで1日バイトした話でいいんで、そこに自主性が知りたい、自分がどんな仕事を自らやるのかを知りたい、これが企業の求めてる3つの条件です。じゃあもう基本的に面接と意識することそこまで変わらないかなって感じですね。ですので録画面接でどちらかというと気にすべきことってちゃんと音入ってるかとか、録画できてるのかっていう話だったりするので、むしろ対策としては普段から TikTok とかやってほしい、要は慣れてほしい。なるほど。逆に自己 PR とかでダンスのサークルの話とかするんだったら、こうアップにする必要なくて全身映っていて、ダンスサークルでまあ主将やってましたで、こういうダンスがあってって見せてくれた方が分かりやすいですよね。でそれは本当に個性を見せていいと思います。ああ、なるほど。録画面接印象に残ってるのとかあります？ちなみにすごく記憶に残ってるいい録画、で使い古したその会社の製品出してきた人、本当に好きなんだなって思ってもらえるので、化粧品なんですけど、コンパクトって要はそのカパッて開けて塗るやつですねのこの側って何回も使い回せるんですよ。でみんな中身だけ補充していくんですけど、そうするとだんだんコンパクトって傷だらけになっていっちゃうんですね。で傷だらけのコンパクトを出してきて、私が実は高校時代からこういうふうに使っていて、高校時代不登校になっていたんですけれども、このコンパクトで初めて自分でファンデーションを塗った時に、こういう鎧があるから私は学校に行けるって思ったと。で学校に復帰できて卒業できました。だからこういう、心の勇気を与えてくれるコスメを人に提供したいって志望動機胸打たれますよね。泣いちゃいますね。確かに昔から使ってるものとかエモいですね。そうですね。例えばその商社であったら、部品とかをね、その会社が原料輸入してるケースありますよね。例えば私の父がネジを作っている会社に勤めていると。でそのネジの原料を提供してるのが本社だと。でその製品このネジなんですけどって見せてほしいですよね。見せてほしい。そういうのを聞かせて、ぜひ小道具で買ってほしいと思います。道具がじゃあ結構良さそうですね。使うの。はい、というわけで今回は土井さんに録画面接の極意を聞いていきました。じゃあ最後に録画面接ちょっと苦手意識あったりとか、これからやっていこうっていう学生さんに向けてメッセージをお願いします。録画面接ってなんか面接と全然違う感じがしますけど、結局見ているのは同じ面接官ですから、面接に慣れていけば録画面接も絶対大丈夫。そのためにはまずですね、大人と話すっていうことに慣れてほしいので、 OBOG 訪問とかオンラインでいいのでやってみて慣れていってください。大丈夫です。はい、ありがとうございます。最後に旬ダイアリーからお知らせなんですけれども、旬ダイアリーでは就活相談をしたい学生さんだったり、この動画に出演してくださる学生さんも募集してます。詳しくは概要欄の方チェックしてみてください。はい、というわけで今日はありがとうございました。ありがとうございました。旬ダイアリーでは無料の就活相談を実施中です。やりたいことがわからない、就活がつらい、どう進めていいかわからないなど、どんなお悩みも私たちが解決します。実際に多くの方から相談してよかったという声をいただいています。詳しくは概要欄をチェック。たくさんのご応募お待ちしております。